doko kara kita no Unico? Dare ni meguri au no? Shiawase hakonde mo omae wa kintori. やれやれ、一日歩いて餌たったこれだけか。くあ、ね、肉。あ？なんだ、猫じゃなかったのか。猫じゃないとすると羊？ヤギ？でもないな。一体何なんだお前は。やれやれ、大事な餌取られなくて済んだよ。 食べ物ください。食べ物ください？冗談じゃないよ。世の中不景気なんだぜ。うちだって子供5匹もいるんだ。まあもう一つだけだよ。じゃあな。もっと。ええ。まあもう、やれやれ。悪いけどこれで勘弁してくるな。うちの子にも残しておいてやらにゃ。 お前さん、流れ物だな。どこ行くんだ？行くところがないの。ああ、困ったな。しょうがないな。ほらほら、狭いから足場に気をつけなよ。いや、勘弁してくれよ。何しろ表通りじゃ車にひかれてぺちゃんこになるからな。危なくって。よっ、ああ、着いた。あそこの床下に俺が曲がりしてるんだ。
狭いとこだけど、こんなとこでよかったら泊まってってくんな。おい、ケッタだ。おい、ほら、かじるなって、それはお客さんだぞ。今食わしてやるから、待ってろ。あ、もう何もないんだよ。父ちゃんの尻尾でもしゃぶりながら早く寝ろ。無理だよな。ごめんね、みんなの食べ物食べてしまって。あ、ここんとこ食い物のことばっかり考えてるんで、俺の頭までおかしくなっちまったらしいや。はあ、近頃下水の水にまで毒が混じっててね、飲んだが最後猫いらずみたいに死んじまうんだ。昔はこの町も美しいいい町だったよ。それがあの工場が建ってからっていうもの、お日様も星空も見えなくなっちまった。はあ、まったくどうしようもないわい。ところで名前まだ聞いてなかったな。わかんないの。ああ、どっから来たのかも覚えてないのかい。ああ、あの子ならなんか知ってるかもな。あ、ついてきな。俺の友達紹介するよ。調べてほしいっていうのね。あたしチコ、こっちへいらっしゃい。大きな声じゃ言えねえけど、彼女かなり重い病気なんだ。はあ、珍しいわね、角が一本だなんて。そうだ、前にお話の本で読んだことがあるわ。どれだっけ。あ、これだわ。ギリシャ神話に出てくる動物で角が一本しかなく、ユニコーンって言うんですって。ユニコーン。そう、僕ユニコーン。物を言ったわ。人間の言葉話せるのね。正直で気が小さくて、人間にはめったに姿を見せないんだって。でも魔法を使えていろんな力を持ってるんだって。そうかな、本当かな。じゃあ魔法とやらを使ってみせてよ。魔法なんて、僕わかんの。ほらね、そんな都合のいいもの、世の中にあったら苦労はないさ。行くところがないんでしょ、ユニコ。私んところにいらっしゃい。私があったかいベッドを作ってあげるわ。